ました埼玉ギョーメディックスの山岸選手にお話を伺いしたいと思います。大接戦の末の見事勝利でした。ズバリ本日の勝因は教えてください。あまり自分たちのいい流れを作ることができないこともあったんですけど、やっぱりみんなで我慢してこう一本一本集中して戦った結果がこういう勝利につながったかなって思います。ありがとうございます。本日レシーブがすごくつながっている印象がありました。コートの中ではどのようなお気持ちだったんでしょうか。こうやっぱりブロックだったりサーブあってこそのディフェンスだと思っているので、やっぱりこう私一人だけでは拾えない部分をこうチームで連携してうまく拾えたかなと思います。ありがとうございます。それでは次にディセイラ・ロレーネ選手にもお話を伺いしたいと思います。おめでとうございます。Obrigada。 すごくチーム力の感じられる試合でした。本日の勝因があれば教えてください。Nós conseguimos ganhar principalmente pela união do time. Todo mundo que entra tem dado o máximo para ajudar uma outra. Eu acho que isso é o mais importante, o espírito de equipe que a gente tem construído. Nós não estamos bem fisicamente pós-Covid, mas a gente tem buscado melhorar cada dia. Eu acho que isso é importante, o espírito de equipe.ミーティングの中でもちろん対策はしてきたんですけども、やっぱり、実際我々感染者がすごい多い状態の中で一回コンディションを落としてしまいまして、でもその中でみんな一人一人が良くなろうと、日に日にこう努力していって、勝ちに、つながるような試合に、つなげられるように、みんなで努力したのが、まあ、こういう結果につながったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。来週もここ武道館でホームゲームです。ファンの皆様へ最後にメッセージをお願いいたします。Eu queria agradecer todo mundo que esteve presente, torcendo pela gente. Quarta-feira vamos jogar aqui contra o time da NEC. Eu gostaria de convidar todos vocês para torcer por nós de novo. Muito obrigada pela torcida. ありがとうございました。ありがとうございました。山岸選手、ディセイラ・ロレーネ選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。